はい。まあ、あのでもその吐き出す回路を確保するっていうのが一番ポイントだってことですね。そう、しかもその吐き出す口はほら社会化される、うん、だって美しい絵画とか美しい音楽に全部出てしまったら、それに変えることができたらそこで初めて評価されるでしょ。これも社会化でしてしまえば情熱になるわけですよ。だからそれが溜まってるので、こうすごいうちの子だとこう人叩いてみたりとかそういうこと出ちゃったりするよね。そう、でもなしなくなってきますよ今度。だってこれを出す口決めて自分で表現して自分の中の技能を高めていって、それを人から評価されるようになっていけばもうする必要ないわけです。ね、それまでは聞くまではね、あの本当にスパルタしてたんです、うちの源ちゃん、うん、日々、うん、もうおばあちゃん心配するぐらい、うん、びっくりしてますけどびっくりしてるから怖いよ逆に竹根がなるけど怖いよですね。でこうスケジュール綿密に決めて、すべてを佐野付けのようなことをしてたんです。でゆいさんの話を聞いて、でお絵描きブレイクしたので、うん、今ちょっと右脳遊びっていうのを意識してやってるんだけど、うん、やっぱりいい、すごくいい、うん、この度変えました。よかったね。やっとなんかね、鈴木先生の言ってる意味がこの頭の悪い私がだんだん分かってきました、うん優秀すぎるんです。本当に言わんとするで、ね、なんか分かった気になるんですよ、先生のところと話すとね。佐野的にはものすごく優秀なんだけど、うん、その宇野のこの連携の仕方が分かんなかったんですよね、うん、だからこれでだんだん近づいてきてるから本当にね、うん、ありがとうございます。いやこれ、うん、研究もこれなんですよ。研究ね。だからほら佐野の人たちっていうのは基本的にほら研究しようじゃないですか、うんうん、私たちはこれが研究させようさせようとするから研究せずにいられないんですよ、うん、だからせずにいられないとしようはちょっと違うじゃないですか、うん、それは爆発的になるよね。そうだからみんな集中して物事極めて、うん、でだんだんその道のエキスパートになっていくのって、うんうん、これのおかげかなってさっき思ってます。その通りです。いやその通りです。今会話の中でなっちゃいましたけどね。いやその通りですよ。あ、これですかね。湯川秀樹博士もおっしゃってたんですけど、うん、あの研究者のね、うん、大きなあの、うん、その要素というのはこだわりなんですけど、うん、それは人からその強制されて答えじゃなくて、うん、自分が心から追求したいという、うん、そのこだわりなんですよ、うん、それがあると研究があるんですよ、ね、だからあの右の、まあ、開いてる子どもさんたちは未来の研究者の卵なんですよね、うん、それ大事にした方がいい。私ね、源ちゃんがブレイクして算数学博士じゃないけど他の子より算数できるっていうイメージがもう死んでも湧かないかったんですけど、なんて言われるよって先生なんて言ったの、オックスフォード、あ、大丈夫ですって言うんですよ。なほなって言いながらあのですねとか言うんだけど、なほなみたいな1-1微妙なのになんでオックスフォードにいけるもんかと思ってたんだけど、あの絵のこれね、まだブレイクしたっていうにはまだほうがだけど、なんとなくね、あのあそういうことだ、思ってそうなんだって。数学も答えから書くんですか。そうそうそう、高校時代の話しますけど、そう、答えから高校時代ってほら200点じゃないですか、うんうんうん、あれ結構200で近づくんですよ、うんうん、取るのなんだけど、あれって答えを埋めちゃうんです私たち、なぜか先に、でさあこれ説明しなきゃなと思って、ほら部分点取らなきゃいけないから、だから答えまず書いて部分点をうまく効率よく取るためになんとなく書けばいいかなっていう考えですよね。だから先に答えがパッて出てきちゃう。だから最初に答えをパッてね、サンダーさんとか書いて、でその後ほら説明なんですよ。あ、これをみんなに分かるようにテスト取るために説明させなくちゃどうしようかみたいな、後から考えます。なんか格論に戻して申し訳ないんですけど、うん、あの筆算とか上からやった方がいい感じするんですか。あ、下からですよ。やっぱり下からの方がいいんです。下からです、下からです。下からなんか、なんか暗算するとき上からやってるんですけど。そうなんですか。235+400なんとかだったら、あ、まず430なんとかにして下の残りの何十何を一気に足すみたいなことしてるんですけど、私下から出ました。下から言っていいんですか。いや今度足し算、二桁足し算同士になってるから、あ、どうやるの。1回ずつ、最初のうち1回ずつ答え書いてればいいですよ。ですね、下からさせていい。あ、そうですね。はい、今度どこだから。今度はじゃあこうぐるっと回って、ね、はいはい、思いっきり格論で申し訳ない。何がいいかな。19にしようかな。
ってなるじゃないですか。そしたらまず9たす3から始めた方がいいんですよ。あ、そうなんだ。もうこれ1桁完璧にできるってことを前提で話しますね。そしたら3たす9をやらして12じゃないですか、うんうん、まず12ってこう書いちゃいます、うんうんうん、でもう忘れますこの1桁のは、うんうん、で大体こう書いてたらみんなごちゃごちゃになるから私こうやって消してあげるんです手で、うんうん、で、はいはい3たす9は12、はい12って書いてごらんで12って書きますね。でその後で今度はここを消すんですよ。10たす10なんだっけ20ですよね。だけど私たち10って言うとなんか変な風に考えちゃうんですよ。1たす1は何2じゃないですか。はい2に丸つけてごらんって20じゃないですか。で20でしょ。はい20って書こうとしたらここ10があるわけですよ。でも私たちとりあえず20って書いちゃうんです。でその後で、はい、2たす1だから3だからとりあえずはい消しゴムで消してはい32はい終わりみたいな。これで最初やってたら割とみんなこれもクリアしてきます。で、最初のうち変な数え方なんですけど、でもゴールは合ってるからいいってことにしてて、で、変な数え方なんだけど、ある日繋がった時にもう完全に普通に出てきます、32って。暗算ね、結構何人かにリサーチしたんですけど、13たす19って、そろばんやってることが上からやるから、うん、13たす19は23にして、それから23に9をマス足しするみたいな、はい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 、そういう方の方が教え方として入りやすいのかなって、今からちょっと教えていかないといけないので、でそれをね、学校の先生とこう話してたら、やっぱり上から教えた方がいい子がいますっていう話だったので、そうなのかなと思ったけど、普通通りでいいんだね。上からやるとしても上からした時にここ最後答えをまず書かないとダメですね。13たす19でしょ、うんうんうん、そしたらほら1たす1は2、はい、2に丸つけてって20って書かなきゃダメですね。まずでここに書くことによって私たちこの 10の位を忘れることができるんですよ、うんうん、そしたらあとはほら最後の1桁のところの計算だけ頭悩ませればいいわけです。だから今度は3たす9は12、はい12って書いてごらん、12ですよね。基本の筆算ですね、うん、分かりました。1個ずつ足した方がいいのかなと思って。そう、あと掛け算もしてなんか掛け算掛け算を3のくらいって割とすぐ入るんですけど、5のくらいとかなかなか入らない私ね、見てパッと見た瞬間にこれは5個あるとかいうトレーニングしてたんですよ。はいパッと見て数えんだとか言いながら、その時ね9だけ分かりましたよ。ゆいさんの話聞いてびっくりした。もうこれもね、本当はこんなことしちゃいけないんだけども、はい、3、6、9って、まあ、6、9がどうしても思い出せないとするじゃないですか。6までは分かっても、うん、はい、でも3たせ、3たせって言うんですよ。だからもう3しか最悪分かんない子でも 3×2 ってあるじゃないですか。はい、3×2、 3が2つあってそれを足すんだよって教えて6って指するんですよ。もうそしたらそのうちなんかこうテスト用紙見てたら、テスト用紙の端っこのところに 4×4 ってあって、4たす4たす4たす4って計算し始めるんですよ。でもこれで計算し始めて、これが出てきたら結構締めたもので、でなんかこれからだいたい1ヶ月2ヶ月後になると 4×4 で16ですぐ出ます。これはでもなんていうんですか、暗証じゃないですか普通の子でも。そうだから逆に教えやすいかなって思ったりするんだ、うん、だからなんか本当は歌とかで自然ともう植え付けて覚えてしまうのがいいんだけど、うん、それでも覚えられない子たちも何人かやっぱりいて、うん、その子たちはもうこうやって、もうそしたらほらこれだったら自力でどうにかテスト用紙頑張れるでしょ。できないからね、うちのこれだったらどうにか頑張れるじゃないですか。ほらクリアすればね。そうだからもうテストの時間はもうとにかく今持ってる力でどうにかする時間って私言ってて、もうとにかく今持ってる力を使ってどうにかする道を自分で探せみたいな。テストとはね、そう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 、何かする時間、そう、もう覚えてないな、覚えてないでいいから、とにかくその場をどうにかしろみたいな、何でもいいから答えを出すんだっていう時間にしています。だからなんかそれ始めたらだんだんなんか工作するのが上手くなってくるんですよ。今工作できる、そう、自分の頭の中で考えて工作、紙とか切り貼りしていろいろ作るみたいな。でそれできてきたらまためっけもんで工作できませんでした。ちなみにちっちゃい子できなかったですね。いや、げんちゃんは2時間の工作でお部屋を作る、部屋っていうかあるでしょ、うんうん、箱を1つ立てて、なんか自分それぞれ
靴屋さんとかパン屋さんとか作ってみんなで合体して街を作るっていうことで、2時間だから、まあ、120分、40、80分だからね、その時間に彼が作ったのはね、箱を2つ立てました、持ってったから、うん、こういうふうに箱をね、あ、上の2箱を立てて、そしてね、ここにね、時計らしきものを書いてたんですよ。そしてね、上にね、なんかあの、いろんなところのラベルがあるじゃないですか、うんうん、こうそのラベルを切り取って貼って、それだけ2時間ですよ。それで私呆れて1年生の先生に、あの子遊んでましたかって言ったら、いや遊んではなかったですって言うんですよ。80分かけてね、2つこうしてね、時計書いて1つラベル貼っただけ。わかります。例えばですよ、パン屋さん作るとするじゃないですか、はい、そしたらこういうのがこう頭の中に浮かぶわけですよ、はい、そしたら何から作っていいか分かんないんですよね。だからね、今ね、やっと絵ができたでしょ。次工作に入ってるから、ちょっとクモンのペーパークラフトとかも一番簡単な3歳児、4歳児、5歳児ぐらい向けの、はいはい、そこからちょっとやらせているんです。だからまずこっちから手をつければいいのか、こっちから手をつければいいのかが、まず、あ、ごめんなさい、わかんないんです。だって2つのこと同時に考えると混乱しやすいから。彼はね、自分の一番で何をしてたのって思うんだけど、だけど足し算とかあの辺を自分でどうにかこうにかできるようになってくると、うんうん、もうどうにかこうにかもがけるようになってきて、こっちだけとか、うん、こっちだけとか、とにかくどっちかだけは作れるようになるんですよ、うん、でそこからさらに掛け算とかが少しできるようになってくると、なんでか知れないけど、みんなこっちもこっちも作れるようになると。だからこう、なんていうんですかね、いきなり工作もブレイクする可能性もあるんだね。ですね。だからこう、なんて言ったらいいんでしょう、こう、あ、算数の計算と一緒で、ほらこう考えていかなきゃいけないわけでしょ。まず1番これやって、2番これやって、うん、3番これやって、で最後にパン屋ができましたみたいな、うんうん、だからこの組み立て、理論の組み立てをするためにはやっぱ数学の知識とかが必要なんですよ。あと国語でいうところの起承転結だから、だけどそれを私たち最初から入ってないから、それを一から作ってなきゃいけないんですよ。でそれをこう、この工作もね、手先使わせていろいろこっちでアドバイスして作らせながら、こうこの論理立てを教えているようなもんです、この工作することによって。で工作することによって、この論理立てをこう教え込みながら、算数でもこれを教え込みつつ、算数でこうすることによってこういう風になるんだよっていう風な、だからあの学習は結構それぞれ分離してなくて、こう全部まとまってる、工作でも家庭科でも何でもこうまとまって相対的にこうつながってるから、だから全部をやらないと持ち上がらない。でもさ、もう一つ言うとね、粘土遊びってあるじゃない、うんうん、幼稚園の頃の、うん、ね、一度も作らない。だって粘土も立体じゃないですか。だってね、だってね、丸くらい作ろうよと思いません、お団子ぐらいはって、うん、お団子すら作れない。未だにだから粘土遊びは一度もやってないです。多分物の立体を表現したりとか、うん、そういうことできるようになってくると、多分立体的なものも作れるようになってきますけどね。でラキューを今ね、ラキューブロックをもう右脳の時間と解放している時間は、ラキューブロックで自分の立体を作り出したので、ゆうゆうさん曰く線が今立体になってるとこじゃないかなって思って、うんうんうん、忍耐強く待ってるんだけど。だから本当に忍耐強く待ってもらうしかないです。だってうちのお母さんも私が2歳ぐらいから撮り始めてんですよ。でずっと結果出なくて、何年も何年もかけて、でやっと 7,8 歳になってからこう結果が出たわけでしょ。もう 5,6 年かかってるんですよ、ここ。まあ2年半かな、現状。だから結構長期的な路線で見てもらった方が。あと運動をね、やっぱり最初にやった時に運動能力ができてなくて、なんかそういうことやってもなんかダメな感触ってあるんですけど、はい、だから時々いろいろそういうお友達にアドバイスしたりする時に、体フラフラ歩いてて、うん、もう鉛筆も何もないよっていう話をするんだけど、うん、やっぱりそうだよね。で体の方はどうやってお母様をアプローチしていたの？うちのお母さん体はね捨てましたね。
もう運動はもうどうしようもないと。だからそこができていかないと私の感触では上がっていかないから、うん、そうそう。でもゆゆさんはそこに関してお母さんあまりなさってないんであれば、うん、それで上がっていってるじゃない。だからどういうこと、うん、鉛筆持つの重かったんです鉛筆が、うん、軽そうに見えるんですけどね。で、うちのお母さん鉛筆をへし折ったんですよ。ほう、折りたくもないよね。どうして？私が重がってるの分かったんですよ、途中で。だからだから短くしてあげたけどね。ここでへし折ったんですよ、パッて。へし折ったって引っかかってじゃない。そう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 。引っかかってた。軽くしてあげるために、ね。軽くして、へし折って、はい、へし折って、なおかつ私が持ってる手を上から握って一緒に書いて。でそうしてこう私の手にかかる負荷を緩くして、で自信をつけさせて、でちょっとずつこうここから手首腕肩っていうふうに段階を追って負荷を少しずつかけてるんです。元ちゃんはね、夏に去年1年生の夏に実家にねぶら下がり健康器があったんです。それをねぶら下がったら、その元ちゃんと同じ年のいとこがいるんだけど、彼女はね1分40秒ぶら下がってたんですよ、うんうん、で試しにぶら下げたらなんとね8秒、浮かきてるじゃん、8秒で、それで鉛筆どころじゃないっていうのに気づいて、うん、それから斜め懸垂30回、ね、で腕ができてきたらやっぱりいろんなことがかけ、うん、きちんとかけてきたので、それまではただもう鉛筆持ちなさいって、うん、お習字持ちだったんで、です、私もお習字持ちです。なるほどね。じゃあ失礼します。あ、どうもありがとうございました。明日は後ろ浸水被害よろしくお願いします。セミナー出ますんで。